高校女子走り幅跳び見事優勝しました敦賀高校藤田愛音さんにお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の大会を振り返って教えてください。跳躍の流れは良かったんですけど、まだファールが多いのが自分の課題だなと思いました。と福祉一新人を決めたんですけど、それの意気込みを教えてください。はい、6メートルを飛んで優勝することです。お疲れ様でした。ありがとうございました。